ホンダ RA107 は、ホンダが2007年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーである。参戦ドライバーは、ルーベン・スバリチェロとジェンソン・バトン。後日の車体カラーリングが話題を呼んだ。ワークスチームとしての参戦再開者年度となった2006年シーズンを、コンストラクターズランキング4位で終えたホンダは、新しいフルスケール風洞施設を活用して、RA106 に、 根本的な改良を加えた。車体に描かれた地球の画像前年をもって、メインスポンサーのブリティッシュアメリカンタバコが撤退したため、マシンのカラーリングは一新された。新たな試みとして車体から全てのスポンサー広告を排除し、地球をイメージしたアースカラーを採用した。ホンダは環境問題をテーマにしたアースドリームプロジェクトを設立し、 公式サイトで趣旨に賛同した人々の名前をボーディに掲載した。このコンセプトは芸能マネージャーとして知られるサイモンフラーの19エンターテインメント社が手掛けたもので、これにより第2回グリーンアワードでグランプリを獲得した。しかし、その性能はテスト段階から評価が低く、8戦目にバトンが8位入賞するまでワークスチーム中唯一コンストラクターズポイントが ないというありさまであった。エンジン供給先であり、実質的な B チームである、スーパーアグリニスら16戦目まで、コンストラクターズランキングにおいて、後陣を廃すというありさまった。その緑や青がまだらにペイントされたようなデザインから、ホンダの車には、カビが生えたと揶揄されることもあった。マシンの開発は、中本周平氏にアテクニカルディレクターの指揮のもとに、制作された。しかし、 2006年にジェフ・ウィリスを解雇したため、合議制により、マシンがデザインされたが、リーダーシップ不在により迷走し、失敗作となった。なお、バリチェロによると、新導入した風洞実験装置に問題があり、それがシーズンの低迷につながったとのことである。空力的に敏感すぎる性質があり、コーナー入り口でアンダーステア、 出口でオーバーステアが出る症状をドライバー二人はマイレースのように訴えていた。2007年ベルギー GP でスパフランコルシャンを走行する RA-107-2007 年の第40回東京モーターショーで展示された RA-107 カラーの BAR-007 ファン交流イベントにも登場し、日本グランプリの前週に行われたモータースポーツジャパン2007や シーズン終了後にツインリンクモテギで行われるホンダレーシングサンクスデーではレギュラードライバーであるバトンがステアリングを握る。現在はツインリンクモテギ内にあるホンダコレクションホールで7号車が保存されている。ありがとうございます。